大冒険シリーズ、シュモクザメシュロの大冒険。まるで妖精が飛んでいるようなツユクサが咲く頃、シュロは生まれました。ゴーンって鐘をつく木でできたトンカチのことをシュモクと言います。その種目を作る材料の名前をシュロというのです。シュロはシュモクザメの仲間、シロシュモクザメです。とても臆病なサメで、たった今お母さんのお腹から赤ちゃんで生まれたばかりです。でも、もうお母さんはいません。たった一人で大冒険の始まりです。バシャ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 ーと、まるで海が花火のようです。大きな鳥たちがたくさんやってきました。みんな花火を食べているようです。花火は小さな魚だったのです。正体はこの城。いつの間にか大きなブリたちがこの城を食べ始めました。バシャバシャバシャ、海から音が聞こえます。城は怖くなって海の中に潜ってしまいました。海の底にはメバルさんたちが暮らしています。みんな優しくてシュロよりも小さいから一安心です。今度は変な魚が向き合って喧嘩をしています。これは行為か。お腹の中に甲羅を持っているのです。びっくりして上に上がると、友達の赤シュモクザメくんが甲イカを食べていました。シュロもついつい一緒に食べてしまったのです。魚と違う泳ぎ方をした変な生き物がやってきました。通りかかったこの城さんたちは逃げて行きます。大変だ大変だ。石垣ダイやクロダイさんたちが、あれはスナメリといって小さな魚を食べちゃうんだよ。でもまだ赤ちゃんだから大丈夫だけどね、って教えてくれました。ついておいで、と渡りガニさんが言うので後を追うと、そこにはものすごくちっちゃな渡りガニさんを食べれないさっきの赤ちゃんがいます。スナメリの赤ちゃんは怖がりだけどすごく遊び好きだよ、と聞いてシュロは、おい遊ぼうよ、と後を追いかけるのですが、怖がりの赤ちゃんは海の中に逃げてしまいました。シュロはまた一人ぼっちです。おーい、誰？俺だよ。イカを食べながら赤ウミガメさんが声をかけました。イカが大好きだって言えば怖がらないよ。そう教えてくれたのです。今度こそ、シロは思い切って
話しかけてみることにしました。自分がお母さんから赤ちゃんで生まれたこと、イカが大好きなこと、そしたらスナメリたちも同じだったのです。でも赤ちゃんにはお母さんがいるのです。シロは少し寂しくなってしまいました。スナメリの赤ちゃんはお母さんのおっぱいを飲んでいます。名前はポコ。ポコもシュロが大好きです。二人はいつも鬼ごっこをして遊びます。ポコの方が少し早いようですが、いつもシュロを待ってくれるのです。毎日毎日鬼ごっこをして遊びました。そのうちシュロが少し大きくなってくると、ポコに追いつくようになったのです。するとポコが竜宮城へ遊びに行こうと言ったのです。なんとそこはタイやヒイラギが舞い踊るとてもキラキラした場所でした。シュロとポコは時間が経つのも忘れて、ずっとずっと遊んでいました。少しだけ外が寒くなる頃、鳥さんたちが踊りを見せてくれました。それはそれは綺麗で、とっても素敵な踊りでした。でも鳥さんたちが言いました。そろそろ帰らないとねって。シュロはもうすっかり大きくなりました。上がってきて鳥さんたちにありがとうと言いました。シュロはこれから暖かい海へと旅立たなければなりません。スナメリのポコともお別れです。シュロはそっと向きを変えると、沖の方へと泳いで行きました。シュモクザメシュロの大冒険、これで終わりです。